佐藤すみかです。今から1分でできる目の疲れ解消法をお伝えします。あなたは最近目の疲れを感じていませんか？そもそもその目が疲れてしまうというのは、この目の周りの眼輪筋、筋肉ですねがやはりこう使いすぎて凝り固まってしまうのが原因なんですね。なので今から4つの手順で目の疲れを解消する方法をお伝えしていきたいと思います。で、場所は4つ使います。まずその場所の説明をいたしますね。この目頭と目尻の下のこの部分ですねと、この上です。目頭の上と目尻の上で、今度はこのこめかみですね。4つ目は耳を使っていきます。では早速今から私と一緒にやっていきましょう。では1つ目です。目頭の下と目尻の下を指で押さえます。で、軽く圧をかけたらこのまま15秒カウントしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。では2つ目です。目頭の上と目尻の上を押さえていきます。で、この状態で15秒間カウントしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。はい、では3つ目です。こめかみをしっかりとこの人差し指と中指で当てて軽く圧をかけます。この状態で15秒をカウントしていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。では4つ目です。耳たぶをしっかり持って横にストレッチしながらまた15秒間カウントしていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。はい、この4つの動きを1セットとして1日に1から3セット楽しく続けていてくださいね。そしてこの動画を繰り返しご覧いただいて、繰り返し楽しく続けていくことであなたの疲れた目をしっかりと解消していきましょうね。この動画が役に立ったと思ってくださいましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をお願いいたします。